ほら動かないで。男の子なんだからこのくらい我慢です。そんなこと言ったってしみるもんはしみるって。そういうホムラはどうなのさ。私はこんなのへっちゃらで痛い。今わざとでしょ。わざとやりましたよね。ねえ、やってないやってない、普通に塗っただけ。嘘、こう塗りましたよ。お前らちょっと見せてみろ。なんてこった。こりゃ一体どうしたってんだ。どうしてブレードであるお前が傷を負ったままなんだ。しかもレックスと同じ場所に。信じられん。そんなことってあるのか。でも事実。ただのアクセサリーかと思ってたぜ。んなわけあるかってんの。ブレードはどんな傷を負ったとしてもすぐに回復する。コアを破壊されるかドライバーが死なない限り不死身だ。しかしお前らは。まあ仕方ないよ、こうなっちゃったんだから。困ったもんだな。これじゃあどっちがぶっ倒れてもアウトじゃないか。一人前のドライバーはブレードを守るんだろ。なら俺はホムラを守ってみせる。口で言うほど簡単なことじゃないぞ。バンダムさん、俺さ、この命をくれたホムラのために二度と死なないって決めたんだ。だから絶対に死なない。そして必ず楽園に行ってみせる、ホムラと一緒にね。レックス、お前楽園に行く？聞き捨てなりませんね。困るんですよ、脇役ごときに出しゃばった真似をされるとね。脚本が台無しじゃないですか。義経。裏切り者に名前を呼ばれる覚えはありませんよ。裏切り者、裏切り者。ミヤちゃんってばとんだ悪女だったってわけだ。私は裏切ってなんかない。なら、なぜそこに？そこがあなたの居場所とでも。私は…おい、あいつは何者だ。多分、ホムラを狙ってるイーラって連中だ。イーラだと？義経、あんたなんだってここに。そりゃあそこの天の聖杯ですよ。主演女優の姿くらい見ておきたいじゃないですか。真の差し金かい。ご明察。ああ、そうそう、シンからあなたのことは好きにするようにって言われました。意味が分かりますよね。シンが嘘だ。おや、ショック。まさか見限られないとでも思ってた？お花畑すぎるでしょう。ともあれ、あなたたちの出番はここで終わりです。さあ、まとめて退場してください。バンダムさん、これまでイーラの手で多くのドライバーがその命を奪われてきた。俺たち傭兵なんだって例外じゃねえ。コアを奪うのがその目的って話だ。そうか、奴がイーラの義経。言う村の連中を避難させろ。わかったっす。お前ら。はい。悪いね。当然だろ。いいかい、あいつのブレイド仮面は空間のエーテルエネルギーを操って、こっちが使う属性とは相反する場を一瞬で